えどうも、皆さんこんにちは。プロトレーダーのショータです。えっ、ー、と、今回はですね、ウォルフハードを使いこなすコツということで、えー、お送りしていきたいと思うんですけども、あの、今朝アップしたドル円の相場展望の方で、えっ、ー、と、解説している箇所にはなるんですけども、まあ、今回の動画講座で、えー、より詳しく解説していこうかなという感じですね。 で、こちらのドル円の1時間シャート表示しているんですけども、要するにまあ、ここの区間ですね。この区間で、えー、下落パターンのウォルフードが形成されたわけです。はい。で、僕はまあ、あの、まあ、先にあの、えー、エントリーポイントと損切りポイントと、あと利益確定ポイントの話、先にしとこうかなと思うんですけど、まあ、僕はまあ、この陰線ですね。この陰線が確定した、ここで、えー 売りエントリーがありまして、で、えー、損切りですね。損切りの位置を、えー、ここはまあ、ウォルフカードの5点目になるんですけども、これの、まあ、ちょっと上ですね。ここに、この辺に置いて、で、えー、利益確定ですね。え、利益確定ポイントを、この111.630度っていうのが、まあ、これ、あの、サポートラインになってるんですけど、これの、あの、ちょっと上ですね。に置いたわけですね。なので、えー、まあ、ここから、まあ、ここまで取れたって感じです。うん。で、まあ、この流れですね。 えーまあ、そのウォルフ稼働や、まあ、他の手法などもいろいろと絡めて,、えー戦,略ねってえー、戦略を練ってあのトレードをやっていた形になるんですけども、うんまあのー、ここに、ね、あの下落パターンのウォルフ稼働が形成されたっていうのが、ねまあ、結構大きいんですね。うん、なのでうここの部分、えー、今からですねしっかり詳しく解説していきますのでぜひ最後まで、えー、今回の動画講座もご覧いただけると幸いです。 で、今回のこの下落パターンのウォルフ稼働において重要なのが3点目と4点目なんですね。うん。3点目と4点目が特殊なパターンなんですね。で、えー、覚えておいてほしい。あの、先にちょっと重要なことを話すんで覚えておいてほしいんですけど、ウォルフ稼働っていうのは、えー、1点目から5点目までの、えー、点で、あのー、どこかの点が特殊なパターンになった場合は、他の点も特殊なパターンになる、えー、ケースがですね、多いんですね。 それがまさに今回のこの下落パッターンのウォルフードの3点目と4点目なんですね。うん。まあ、えー、ちょっと後々この辺ちゃんと解説するんで、まあ、えー、まずはですね、1点目から解説していきます。えっ、ー、と、まず1点目が、えー、この小回しの要線、わかりますかこの小回し要線の上引き先端であるここの高値ですね。これがまず1点目。で、2点目がですね、 えー、この要線。この要線の下髭先端であるこの安根。これが、えー、2点目、えー。続いて3点目なんですけども、3点目がこれ特殊なんですね。うん。3点目が、えー、この陰線の、えー、始め根。ここですね。うん。要するに、あのー、実体レベルとして定めたわけです。あの、本来はこういったあのー、 まあ、ヒゲレベルで考えて、あの、1点目から5点目まで定めていく。えー、定め、えー、ヒゲレベルで1点目から5点目まで定めていくっていうのが、まあ、その、基本、えー、基本にはなるんですけども、まあ、でもその、基本だけでは、あのー、なんだろうな、臨機応変にトレードっていうのはもちろんできないわけですね。で、僕はまあ、えー、常日頃から言っているんですけど、常日頃からね、言ってるんですが、あのー、これでその、相場にね、 対して、えー、上手ににトレードをするためにはあのーまあ、基本っていうのはもちろん重要なんですけども基本だけじゃなくて応用っていうのもプラスアルファで、えー、やっていかなきゃいけないと。うん、これがまあ重要になってくるわけですね。基本にプラスアルファで応用も加えるっていうね。うんまあ、これはあのー、なんだろうな投資というかもこうこれだトレード以外のね、えー、どの分野に関してもこれは同じことを言えると思うんですけども。うん まあゲームとかでもそうですよね。まあ、ゲームに例えるのがね、一番こう分かりやすいと思うんですけど、まあそのゲーム、まあ、いろんなゲームあるじゃないですか。えー、アクションゲームとか。えー、まあ特にあのアクションゲームとかって、まあそのいろんな技をね、繰り出す、えー、繰り出すことができたりするじゃないですか。でもその、えー、まあなんだろうな。技の中でもその基本的な技もあれば、ちょっとこうコマンドを入力して、ちょっと、まあ応用的な、 技もねえ、繰り出せたりするわけですよね。うん。で、そういった、その、なんだろうな、応用的な、その、技も、あの、プラスアルファで、こう、取り入れつつ、あの、やっていかないと、その、ラスボスまでたどり着けなかったりとかね、えー、するわけですよね。うん。だから、その、どの分野においても、やっぱ、応用力っていうのは試されるというか、うん。 まあちょっと話しそれましたけども、要するにそういうことですね。だから、このトレード、トレードの世界も、えー、基本だけじゃなくて、応用っていうのも、えー、できるようにならなきゃダメですよという話をね、今ちょっとしたかったんですけども。で、えー、そこでまあ話戻しまして、まあ、本来ならヒゲレベルで定めていくゴルフ稼働の1点目から5点目までなんですが、今回、えー、この3点目に関しては実体レベルで、 考えているわけです、うん、実体レベルの高値って言ったらここになりますよね。なのでこの陰線の始めねこれを3点目として定めたという流れになります。で、えー、これね3点目これ実体レベルで、えー、今回ね考えてますよね。となるとですねこの次の4点目に、えー、この考えっていうのが響いてくるわけです。 はい、続いて4点目の解説を移りたいと思うんですけど、4点目はですね、今回あの2点定めることができるわけですね。なぜかというと、先ほどの3点目っていうのが影響していて、3点目はですね、あの実体レベルでこのように考えてます。考えてるわけじゃないですか、今回。なので、この場合ですね、4点目もですね、あの実体レベルで考えることができるわけですね。なので、実体レベルで4点目定めたパターンと、 あと、えー、あの普通にヒゲレベルで4点目を定めたパターン。これ、2通りですね、このようにあの1、4ライン引くことができるわけですね。うん。で、まあ、もちろんですね、あのこの1、4ライン、えー、引くタイミングっていうのはですね、えー、ちゃんとあの5点目を、えー、次のこの5点目ですね、ここね。この陽線の上ヒゲ先端であるこれ。これが5点目なわけですけど、この5点目を形成して、なおかつ下落して、そして、この2、4ライン。 ありますね。この24ラインを、まあ、えー、下にブレイクしてから、あ、ここウォルフ角を形成してきたなって、えー、このタイミングで判断できるので、だから、まだ、あのー、この場面っていうのはもちろん14ラインとか何も、えー、引いたらダメですよ。何も引けませんよ。この、このタイミング、たこのタイミングではね。ちゃんと、この後上昇して、ここで5点目形成して、まあ反発して、反発して、 えー、この24ラインですね。この2点目と4点目。ありますね。この2点目と4点目をこのように、えー、結ぶと24ラインができるんですけど、この24ラインを明確にちゃんと下にブレイクしてきたこのタイミングで、えー、14ラインっていうのをこう引くことができるんですよ。うん、で、このタイミングで14ラインをこう2通りこう引くわけです。うんで えー、だからといって、ここで、売りエントリーをするっていうのは、早くて、ちゃんと、リテストですね。要するに、戻り。戻りっていうのを待ってからの、再度下落してきたところを狙って、売りエントリーをするっていうね。うん。要するに、ま、あの、戻り売りですね。うん。戻り売りっていうのを、えー、基本として、えー、まあ、やってほしいんですね。えー、やってほしいわけですね。うん。売りエントリーの場合は。で、買いエントリーの場合は、 えー、おしめ買いっていうのを基本としてやってほしいわけです。うん、で、えー、ちょっとまあ話戻しますけども、えー、まあ要するにまああの、4点目このように、まあ2点定めることができまして、で、続いて、えー、さっき、さっきも解説しましたけども、えー、5点目が、えー、この要線ですね。この要線の上髭先端である、ここ、これが5点目。で、実際に1、3、5ラインをこのように、えー、結ぶとですね、引くと、 まあこのように一直線上に結べるわけです。1点目、3点目、5点目。一直線上に結べますよね。だから、あこれはウォルフ稼ドと,、えー、としてはあの信憑性が高いなということが、この135ラインで測ることができるわけですね。うん、で、えーっと、この3点目、さっきも言いましたけども、この3点目を今回は実体レベルで考えているので、 なので、この4点目も実体レベルで考えることができるという、まあそういうロジックになります。うん、この3点目実体レベルで考えてるっていうのが他の点にも影響してくるっていうね。えー、このロジックを逆手にとって、えー、まあ今回ね、あのー、まあ僕は売りエントリーをして、売りエントリーして、そして利益確定ポイントを あの、この111.630である、まあ、ここの区間においてのサポートラインのちょっと上にね、置いたわけですね。うん、というのが、まあ、こう、なんだろうな、ええー、まあ、基本となる1オンライン。まあ、メインの1オンラインというのはこれなわけです。これ。これが1オンライン。メインの1オンラインね。メインの、はい。で、サブの1オンラインがこれ。要するにメインの1オンラインっていうのは、普通にヒゲレベルで4点目を定めた場合の1オンライン。えー なんだうなもう一回言いますね普通にヒゲレベルで4点目を、えー、定めて引、えー、いたパターンの14ラインそれがこれになりこれがメインの14ラインになりますでサブの14ラインっていうのは、えー、実体レベルで4点目を定めてそして引ける14ラインこれがサブの14ラインになります で、えっ、ー、と、この陰線ですね。この陰線が確定したところで、売りエントリーをしたその経緯ですね。ちょっともうちょっと詳しく解説しようと思うんですけど、えー、この下落で、まずこの24ラインですね。この24ラインを下にブレイクしてきたと。で、その後に、えー、一旦上昇して、この20移動平均線ありますね。この青色の 20EMA、そして赤色の 20SMA。えー、これらにタッチしてきて、そして、 ま、一旦、こう、実体レベルでわずかながら二重移動平均線をね、まあ、ブレイクしてくるんですけど、上に。で、その後、まあ、この、えー、陰線ですね。この陰線、まあ、ストーンと落ちてきて、まあ、再度、あのー、この二重移動平均線の下に実体が来る形で、この、えー、陰線が確定したっていうところで、まあ、要するに、この上昇の期待感が、まあ、あのー、否定されたんですね。この陰線が確定したことで。なので、あのー、あ、これはもう、もう一伸び。 下落くるなと。というか、まあ、この1,2,3ってくるなと。この3波くるなっていうふうに思ったわけですね。で、この、この3波で、あのー、このサブの1,4ライン、ウォルフカード1,4ラインと、えー、111.630円である、えー、このサポートラインですね。このサポートラインの交差点付近を、この3波で狙ってくるんじゃないのかなと。いうふうに思いまして。で、ここで重要なのが、謙虚に考えるってことですね。あのー、要するにね、この、 えー、サブの149と、えー、111.630円のこの交差点に、あのー、ギリギリのところにですねこの交差点にジャストのところです要するに、えー、このサブの149と111.630円のこの交差点ジャストのポイントに、あのー、差し値決済注文を置くとかっていうんじゃなくてちょっと控えめに差し値決済注文を、えー、置いておくってことです。うん このあたり捉えてくるなって思ったら、これのちょっと控えめなポイント、ちょっと上の、こういうところとかに、あの、差しに決済注文を置いてある。要するに利益確定ポイントを置くという。まあ、これがですね、結構コツだったりするんで、よかったら覚えておいてください。うん。なぜかというと、こういうあの、え、このあたり捉えてくるなっていう、そのジャストポイントよりも、 あのジャストポイントにわずかながら届かずしてあの反発してくるっていうケースもねあのよくあるんですよ。なのでそれを逆手にとってこういったあの交差点ですね根拠の、えー、根拠の、えー、すいません、ね、根拠の高い、えー、交差点などをですねこのようにこう発見できたらその交差,交差点のちょっと上ら辺に えー、差しに決済注文を置くっていうのをねこれを意識してやってみてくださいそうすると結構うまく決まりやすいですであのなんであの損切りポイントをこのウォルファードの、えー、5点目のちょっと上に置いたかというとあのー、これねこたとえねこの要線ありますよねこの要線の上髭先端であるこの高値のちょっと上こっちに損切り置いたとしてももうねこの辺りまで上昇してきたらもう この辺までで、ね、捉えてくるわけですね、うん、だからどっちにしろそのなんだろうな損切りになるというかでしかもその損失額がこっちに損切りポイントを定めているとまあ多くなっちゃいますよねなので僕はあのこのウォルフ波動の5点目であるここの高値のちょっと上えこっちをあの差しえ要するに逆差し値決済注文置いたわけですね、うん、損切りポイントをここに定めたと。 いう流れになります。なぜかというと、えー、この辺まで上昇してきたら、もう、えー、あすみませんね。この辺まで上昇してきたら、どっちにしろ、えー、こ,こ、この辺りぐらいまでもう上昇してきてしまうから。うん、それぐらいの、あの、い圧力っていうのが、あの、もうその時できてしまっているんですね。うん。だからこそ、あの、損失額を、まあ、より、こう、減らすと。うん。できる限り少なくしようっていう思いで、 えー、この陽線の上髭先端、上髭先端であるこの高値のちょっと上に損切りを置くんじゃなくて、このゴルフ稼働5点目であるこの陽線の、えー、高値のちょっと上、ここに、えー、損切りを置いたというね、まあそういう考えになります。うん。まあなぜかというとね、もうね、そもそもあの112円の切り板がここにありまして、まあ、切り板というのは強いんですね。で、そんな切り板を、まああのー、まあ、 ななんだろうなこのウォルフカードの、えー、5点目であるこの高値のちょっと上っていうのはもう112円の切り切り板よりも上に存在してるわけですよね。でそこまでもう相場がたどり着いたっていうことはあのー、さっきも言ったんですけど買い圧力がだいぶ高まってきてるんでとなるともうその直近最高値であるこ,ここのちょっと上ら辺ぐらいまではもう試しに来るというか,だからどっちにしろここに損りで置いたところで えー、もうう損切りになっちゃうと、うん、こ,っちこ,うこ,うこっちに損切りを置こうか置こうがこっちに損切りを置こうがもうこの辺ぐらいまで到達した時にはもうこっちまでたどり着いてしまうっていうねそういう可能性が非常に高いんでだから損失額をよ,、えー、より少なくしようっていう、えー、思いでこっちに損切りじゃなくってこっちに損切りを置いたと、うん、いうことです。 まあの、そもそもですね、あのー、まあ、このゴルフカードや、あと他にも、あのー、様々な、えー、トレード手法をですね、まあ、ちょっと駆使して今回トレードしてるんですけど、まあ、ちょっとそれに関しては、他のトレード手法に関してはちょっと、あの、この動画講座でちょっと全て語ることはできないんですけども、あのー、まあ、そういった、それらの、えー、まあ、様々なトレード手法なども駆使して総合的に判断した結果、 えー、ここですね、えー、この陰線が確定したタイミングで売りエントリーしたら交渉率で、えー、勝てるなというふうにあの踏んでたんでなのでまあその損切りの位置とかは正直言って、まあ、なのなのどうでもよかったというかうん交渉率で勝てるだろうというふうに思ってたんでねうんまあだからどっちどっちでもよかったんですけどね別にここに、えー、ウォルフカード5点目のちょっと上に損切りをこうが、えー、ここの。 高値のちょっと上に損切りを置こうが別にどっちでもよかったっていう感じなんですけど、まあ、その万が一っていうのがあるんで、えーまあ、万が一の場合できる限り損失額は、えー、少なくした方がいいのでこっちに損切りを置いたという流れになります。はい、というわけでね、えーまあ、今回のウォルフハードを使いこなすコツの動画講座は以上になるんですけど最後にですね非常に重要なお話がありましてもしあなたが FX を本気で、えー、極めたいというふうに思っているのであればあのー、まあ その FX をね、あなたが極めていくためにおいて、ものすごく役に立つ、えー、極意マニュアルっていうのを今現在、今現在ですね、あの僕はあのプレゼントしておりましてで、この極意マニュアルっていうのはですね、の FX の超初心者トレーダーが、正式金からでも最短最速で、経済的、精神的、時間的、環境的、自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指していくためにおいて、ものすごく役立つ。 えー、マニュアルになりますんで、よかったら、えー、受け取っていただけたらと思います。で、この、えー、極意マニュアルですね、受け取りたいという方は、えー、この動画下の説明欄に僕の LINE アットのリンク載っけてますんで、そちらから、えー、僕の LINE アットまず友達登録していただいて、そして、えー、僕の LINE アットのトークの方に、あの、極意マニュアル希望とメッセージをください。あの、マニュアル希望でもどっちでも大丈夫です。 で、そのメッセージ確認取れましたら、この、えー、極意マニュアルをですね、えー、あなたの LINE、えー、にプレゼントいたしますんで、よかったらですね、あのえー、有効的に、えー、活用されてみてください。で、あの、極意マニュアルを受け取った後は、あのー、極意マニュアルの、えー、ステップに沿ってですね、えー、素直に迅速に行動するように心がけてください。たとえあなたがあの極意マニュアルを、えー、もしあの受け取ったとしても、あなた自身がですね、何にも行動しなかったら、えー、何もね、現状を変えることはできないんで、だから、 あの、極意マニュアルを受け取ったら、極意マニュアルのステップに沿って、素直に迅速にしっかりと行動するように心がけてください。というわけで、今回の動画講座は以上です。ありがとうございました。プルートレーダーの翔太でした。失礼いたします。